さて次に行きますね。 That will これね、 That will require 今、68ページ目ね、この専門誌のね68ページ目です。 That will require enormous investments in our infrastructure, broadband, highways, rail, the energy grid, smart cities, and in education ということですね。さてと、 That そのことは、今さっき言ったようなことは、待ってくださいよ、今さっき言ったようなことっていうのはどういうことかというと何かな、ちょっと待ってくださいね。あ、我々のね、この我々のあの、トレードポリシーはあの、国内で始めなきゃいけない、こういうことをすることによってということですね。で、そういうことをするにはね、そういうことをするにはこういうことが必要となるのであるとね。Enormous investments in our infrastructure ね、我々のすなわち合衆国内のインフラに対する、インフラに向けての巨額の投資が必要となるのであると。具体的にこのインフラとは具体的にどういうものかというと、ダッシュダッシュね、このダッシュからダッシュまでのこの挿入部分、こういうようなインフラなんだと。すなわちブロードバンドと、ね、ハイウェイ、すなわち公道、公の道と、いうことですね。だからまあ路地ではない、路地みたいな狭い道じゃなくて、ちょっとなんていうのかな、公の道ですよ。だから私有の道じゃないということで、ね、ハイウェイス、公道、公の道、それから、rail、すなわち鉄道、それから、the energy grid、これは何ちゅうたんやかな、これは。電線網っていうのかな、配電網、すなわち配電をするための網ですよね。網って言ったらおかしいけども、ネットワークね。だから電気系統というかね、配電網ですよ、要はね、電気を各家庭に回す、各家庭とか全国に回すためのグリッド、ネットワークですね。だから配電網、それからスマートシティーズ、スマートシティ、あるいはインテリジェントシティというのかな、いろんなハイテクを完備した都市、そういうようなインフラと、待てよ、インフラに対するということで、investment in smarts, in our infrastructure and in education ですね。この in education の in はこの investments にかかってますね。だからその investments in なんとか何々インフラに対する、インフラに向けての investments、それから education に向けての investments、そういう巨額のそういう investments が必要となるのであるとね。We must give every student the skills necessary to obtain a good 21st century job, make sure every single American has access to equality, quality, affordable healthcare, every single, healthcare, raise the minimum wage to $15 an hour, and lead the clean economy evolution to create 10 million good new jobs, including union jobs in the United States. ね、長いですね。ちょっと待ってね。さてと、我々は、すなわち、待ってくださいね。我々はって、具体的に我々はって誰か、まあ私、大統領になった暁の私と、それから我々、私の周りの公務員たちみんなっていうことですかね。まあ我々でいいですけどね、我々はこういうようなものを与えなければならない、あるいは我々アメリカ国民はと言ってもいいですかね。まあ、我々は、それぞれあらゆる学生に対して The skills necessary、 何々するために必要なスキルを あらゆる学生に与えなければならない、 Obtain、
良い21世紀の適切な仕事をね、勤め口を雇用を手に入れるために必要なスキルをあらゆる学生に与えなければならない。教育が大事だというわけですよね。ここに教育にね、ここにエネジュケーション、教育に投資しなきゃいけないというわけでしょ。だからこの教育によってね、あらゆる学生に、その良い仕事、良い仕事っていうか、まあ適切な仕事をね、手に入れられるようなスキルを与えてあげなきゃいけない。それからそこでセミコロンになってますね。次、 Make sure every single American has access to quality, affordable health care. セミコロンになってますね。ここのセミコロンになってる理由もわかりますね。ここで、ここにほら、ここに affordable の前に、コマになってますね。もしこのセミコロンの代わりにコマにしてしまうと、セミコロンよりもさらに小さいこの、コンマの、このコンマと、それからもう一つのこのコンマとが一緒になってわけがわからなくなりますね。だから、すでにコンマは使ってるから、それよりもちょっと大きめの、区別をする符号としてセミコロンにしたわけですね。コンマだったらちょっとまずいわけです、ここではね。ね、なんちゃったんやかな、Make sure、待てよ、これ。Make sure every、あらゆるアメリカ人がってこと。Every American だけでいいじゃないかと。Every single American ってなんで言う必要があるのかって言われそうですが、なんでかというとね、Every American じゃなくて、Every single American というと、ね、あらゆるアメリカ人、あらゆる、もう一人一人のあらゆるアメリカ人、それをちょっとあらゆるアメリカ人をもっとこう強めて言っているって感じがしますね。 every single single をつけるとね、 every day って言ったらそれで毎日ですけどね、 every single day って言ったらもう本当に毎日毎日っていう感じで、かなり強調してるんですよね、 single をつけると。まあ強調してるんだというね、だからあらゆる、ありとあらゆるって感じね。ただ単にあらゆるアメリカ人っていうんじゃなくて、ありとあらゆるっていう感じがするんですね。日本語でもあらゆるって言えばいいのに、ありとあらゆるってわざわざ言う時ありますよね。だから強調した感じがしますね。そのあらゆるというのとありとあらゆるの違いと同じように、英語でも every American と every single American とはちょっと違うということですね。なんか強調した感じがする、ね、ありとあらゆるアメリカ人がこういうものにアクセスすることができる、すなわちクオリティ、これはね、クオリティ、品質にアクセスすることができるんじゃなくて、クオリティなケアですね。クオリティケアです。クオリティケアというのはハイクオリティケアというんです、ね、ハイクオリティという意味の形容詞をただ単にクオリティという時もありますよね。例えばクオリティタイムと言いますよね、親子のクオリティタイムを大事にしたいんだというふうにアメリカ人の親たちは言いますよね。クオリティタイムが必要だと、ね、家族の中での、ね、大事なひとときがあるんだと。仕事以外のね、仕事ばっかりしてちゃいけないと、家族の間でのクオリティタイムが必要なんだと。この場合のクオリティタイムというのはどういう意味かというと、ハイクオリティタイムですよ。ハイクオリティタイムね、このハイクオリティという代わりにただ単にクオリティという時もあるんですよ。だからこのクオリティはハイクオリティという意味です、ね、だからハイクオリティと言い換えたらいいんですよ。だから品質の高い、ね、質の高い、そして何ちゅうてんのこれ、手頃な価格で手に入れられるヘルスケア、ね、ヘルスケアをを手に入れることが、ありとあらゆるアメリカ人が手に入れることができるように、で、そう、確実にそういうことができるようにすることであるとね。で、raise、 さらに raise the minimum wage to なんとかアナワーね、1時間あたり15ドルは、最低賃金を1時間15ドルにまで引き上げる。1時間15ドルということね、日本円に直すと、もし110円だとしたら
1650円ですか。結構高いですね。日本だったら今900円ぐらいですか、よく知りませんが、1000円かな、1000円か900円か知りませんけどね。でこんなにまで引き上げたらまずいんだという考え方もありますよね。最低賃金を上げると何だったっけ、何が悪いんだったっけ、ともかくね、かえって困る面もあるんですよね。そういう議論もありますよね。でだからこれも共和党の人だから、このバイデンさんはね、共和党すなわち、デモクラットだから、こういうふうにね、福祉を大事だと言ってるわけですよね。で何だったっけこれ、1時間あたり15ドルにまで引き上げる、そしてさらに and ね、これが最後だと、clean economy、 clean な経済、クリーンな経済をリード、ごめんなさい、クリーンな経済、何これ、革命をリードすることによってこういうものを作り出すんだと、1000万に及ぶ良好な適切な新しい雇用口を、作り出す、創出する、雇用を創出するんだと。で、インクルーディング、これを含めてね、インクルーディングユニオンジョブズ。ユニオンジョブズって何か、ちょっと僕分かりません、これ。ちょっと調べてません。っていうか、ネット上でいくらか調べたら載ってるかもしれませんけどね、ちょっと分かりませんでした。これもしかしたらユニオンっていうのは、レイバーユニオンのレイバーユニオンなのかな、と思ったりもしますが、もしレイバーユニオン のことだとしたら、レイバーユニオンのジョブズってどういうことかなと、ちょっと分からないです。ごめんなさい。ね、これ分かりません。そして、合衆国において、ユニオンジョブズを含む新しい、こういうこんなにたくさんの、新しい、雇用口を作り出すために、クリーンなエコノ、経済、何これ、革命をリードするなければならないのだということですね。次いきますね。I will、私もまた大統領になったらね、こういうことをしますとね、するつもりです。 I will make investment in research and development a cornerstone、 待てよ、 a cornerstone of my presidency so that the United States is leading the charge、 leading the charge in innovation ね、私は、make investment in research、これこれに対するインベストメントをコーナーストーンオブなんとかかんとかにするということですね。Make something something、make の後にね、一つ目の目的語で二つ目の目的語ということですね。だから、あ、目的語じゃないな、ごめんなさい、 SVOC ですね、make の後に目的語、その後に保護ですね。だから私は、これ研究開発に対する、投資を、何これ、私の大統領としての、大統領としての任期期間中、任期におけるコーナーストーンにするんだと。コーナーストーンというのは A vital point という意味だというふうに、まあ、辞書には書いてありますけどね、 A vital point ね。だから、まあ、極めて重要な時期、極めて重要な時期というか、そういうものにするんだと。だから私はね、私はこういうような投資を、何、あの、ファイナルポイント、時期じゃないな、極めて重要なポイント、極めて重要な点にするんだ、極めて重要なポイントにするんだと、私の大統領としての仕事の上でのね、研究開発に対する投資を極めて重要なポイントとするつもりだと。そのことによって、so that the United States is leading the、charge in innovation、 合衆国がね、イノベーションにおいて、lead the charge する、lead the charge っていう、どういう意味かな、これ、ちょっと待ってね。チャージ、この場合のチャージは、ちょっと待ってね。まあ、任務みたいな感じ。
イノベーションにおける任務を、任務とか仕事をリードするようにね、合衆国がそういうあのイノベーションにおいて、の仕事とか任務をリードするように、ね、こういうそういうことができるように私のこの、なんていうのかな、研究開発に対する投資というものを私の大統領の任期期間中の、極めて重要なポイントとするつもりであると。で、there is no reason とね。There is no reason we should be falling behind China or anyone else when it comes to clean energy, quantum, quantum computing. Quantum computing, artificial intelligence, SG.High speed rail, or the race to end cancer as we know it. ってなってますね。さてと。だから。だから there is no reason we、これこれこうする。という理由はない。これこれこうしなきゃいけないという理由はないんだと。これこれこうした方がいいとなんていうような理由はない。ね。我々が、We should be falling behind China or anyone else when it comes to. When it comes to というのは concerning と同じような感じでね。これこれに関してはということですね。これ、なんでこんな意味になったのかというのは考えたらわかりますよね。When it comes to it というのはここではね。話題だと思えばいいんですよ。話題 when the topic comes to 何々、この話題がね、こういうような問題のところにやってきたときにということですよ。ということは話題がそういうようなところにやってきたとき、すなわちあのね、みんながあのだからクリーンエネルギーというような話題について取り上げるときにはということになるから、結局クリーンエネルギーには関してはという意味になるわけです。だから何々に関してはという意味になったわけですよ。こういう熟語はね、なんでこういう意味だったのかというね、質問する人が多くありますけどね、そのまま自分で考えればいいだろうと思うんですよね。じっくり何年、5年か10年考えてる、あるいはそれでも足りなかったら30年ほど考えたら分かりますよ、そんなの。ね、自分で考えなきゃいけないですよ。いつまでたっても人に尋ねてばっかりで、自分で考えなきゃね、いつまでたっても、英語伸びませんよ。ね、こんなん自分で考えないといけません。熟語なんていうものはね、ちゃんとした理由に基づいてそういう意味になったんですから、そのまま自分で考えたら分かりますよ。そのまま1年2年考えて分からなかったら5年10年20年考えたらいいんですよ。その毎日考えなくてもいいですよ、ね、時々思い出して、ああこれどういう意味だろうな、分からんな、もうちょっと置いておこうかと、また5年間ほっといて、また久しぶりに思い出したな、また考えてみようか、ちょっと15分ほど考えたけどやっぱ終わらないな、もうしばらく置いとこうかと、また1年経ってまたポツッと思い出して、なんか寝てる最中に、寝てる時にうつらうつらしながら考えて、お、分かったぞっていう思う時あるんですよね。あるいは歩いてて、あるいは風呂に入ってて、あるいはぼーっとテレビ見てる時にね、あるいはセックスしてる時にね、それを思いついたりするわけですよね。でその時に分かる時があるんですよ。そんなね、分からないからといって人にすぐ質問してね、それを暗記してね、やってるような、あの効率よくそれで英語を勉強するんですよって、効率よく勉強して、そんなことしてるからね、いつまでやっても本当の力はつかないんですよ。そんなもんね、誰人に尋ねたりで自分で考えなきゃいけませんよ。で、そういうようなことを解説してる本がなかったらね、そういう本を自分でね、書くぐらい の根性なかったらいけないです。あるいはその本を書かないまでもね、誰かが質問してたらね、ネット上で誰かが質問してたら、自分が答えてやるような、自分が回答者にならないといけないですよ。そのいつまでたっても質問ばかりしてね、回答してくれる人がいないから、人を教えてくれなかったから、
学校の教師が教えてくれなかったからが、あの、英語教育が間違ってるから、だから僕は英語ができるようになりませんでしたなんて、アホのこと浮かすな、ほら、のも自分で、ね、考えろって言うんだよね。いや、僕はね、別に英語のね、英語の専門家になるつもりはないから、英語の専門家になるつもりはないんだったらね、英語なんかやめてまいよ、ね、ただの趣味でやるんでしょ。だから趣味でやるということはね、英語なくても別に困らないんでしょ、生活困ってないんでしょ、だからやめたらいいんですよ。英語やるって言うんだったらね、英語なしでは食っていけないように自分を追い込んだらいいんですよ。で、差し当たって英語できなくても、あの飯食うのに さほど困らないんだったらね、あの恵まれてますよ、その人たちは。ね、英語をしなくやらなくても飯食えるんでしょ。親に食わしてもらってたりね、配偶者に食わしてもらったり、あるいはね、適当にヘラヘラ笑って上司にごま吸ってるや、あの、飯食えるんでしょ。あんな恵まれてますがな。そんなことできない人がいるんですよ、世の中にはね。あの、英語をね、ものすごくできるようにならないと。ものすごくできるっていうのは、ただ単に英語英検1級とかね、あの、何トーイック満点ぐらいでは全然足りないんですよ。もっとね、それの30倍ぐらいできるようにならないといけないんですよ。そうしないと飯食っていけない人がいるんですよ。です、ね、そのためにだから命がけで勉強しなきゃいけない人がいるんですよ。そういうふうな、身分に、そういうような立場にいないんだったらね、英語なんかやめりゃいいんですよ。そので、命をかけて勉強するんだったら、じゃあね、そんなもん、熟語の意味ぐらいはね、30年ぐらい考えてみろって言うんですよ。30年経ってもどうしても分からなかったら質問しろよって言いますね、言いたいですね。というわけでぼやいてしまいました。あまりにも甘ったれた連中が多いからね、まあ、いつも僕は怒りくるんですよね。だから僕は教師ができないです。教師やってると、あの、学生たちをね、引っ張られてやるとこになるから、本当に。何を甘ったれてやろうかと、ね、いう感じがします。何が英語教育が間違ってるから、あの、できるようになりませんでした。アホかって言うんですよ。というわけで、クリーンエネルギーとか、クリーンエネルギーとかクワンタム、これ量子関係ね、量子コンピューティングとか、これ量子コンピューティングっていうのかな、あるいは量子コンピューター制御というのかな、量子コンピューティングって言っておきますね。それとか、AI すなわち人工知能とか、それからこれ SG SG じゃない 5G ね、 5G とか、それからハイスピードレール、これは高速レールっていうのかな、これ何、高速鉄道っていうのかな、知りません僕。それとか、これを終わらせるためのレースね、すなわちキャンサー、がんを終焉させる競争、 as we know it、 我々が知ってるところのってこと、我々が現在、知っているこういう、こういうようなものね、そういうような、いろんな、我々が知っているというのは現在の形におけるということですね。我々が知っているということは、現在の形でのこういうようなものに関してはということですね。そういうものに関してはね、そういうようなものに関しては、中国とかそれ以外の国ね、それ以外の国、 any other country という代わりに anyone else という言い方してますね。ここら辺がちょっと日本人にはなかなか慣れにくい、すぐにこういう英語は出てこないですね。 China or any other country って言いたくなりますよね。 China などの国々って、 China などの国って日本語だったら有名ですから、これは China or anyone else という風に書けばいいんだということは思いつきにくいですね。これ anyone else って言ったら、これ人、他の人っていうふうに僕らは感じてしまいますからね。だから中国やそれ以外の人ってなってまいうふうに解釈してしまうから、ちょっとおかしいなと思っちゃうわけです。でも英語ではよくこういう言い方しますね。中国などの人じゃなくて、中国などの国っていう意味になるんです、これでね。
だからちょっとこういうような、なんかまるで人のことを言ってるかのような、この英語は国を表したり団体を表したりすることもあるということですね。で、中国などの国、中国などのどんな国の背後にも行かない。待てよ。中国などの、中国とかそれ以外の国のよりも遅れるということですね。fall behind。それ、その背後に落ちる。その背後の、その、そういう中国などの国の背後に、背後というところに落ちるということですね。本来の意味。だから結局、こういうものに負けるということです。中国とか、中国などの国に負け、我々アメリカが負けなければならないなんていう理由はないんだと。負ける必要なんてないんだと。ね。いうことですよね。合衆国は。中国なんかに負けてたまるか、というやつですね。というわけで、次。ちょっと待ってね。というわけで、そろそろ待ってくださいね。もうあと1 sentence だけいこうか。We have the greatest research, research universities. We have the greatest research universities in the world. 我々アメリカではね、世界で一番優れた調査大学を持ってるんだと。調査大学と言えばいいのか、研究大学と言えばいいのか知りませんが、ね、そういうものを持ってるんだと。で、We have a strong tradition of the rule of law、ね、The rule of law というのは法の支配って言えばいいですね。法の支配というやつですよ。法律が支配していること、法の支配。だから法律によって支配されていることということですよね。そういう意味だと思いますが、法律を支配するということではなくて、法律によって支配される、法律が世の中を支配しているという意味で法の支配ね。で、だから我々は法の支配という強い、すなわち、強力なしっかりとした伝統があるんだとね。 and で始まってますね。and とか but で始めてはいけないという、迷信がありますが、 and で始めてもいいんです。 and the most important, we have an extraordinary population of workers and innovators who have never let our country down. さらに、さらに、最も重要なことに、私たちアメリカは、私たちアメリカ人は、あるいは私たちの国アメリカはこういうものを持ってるんだと。何これ、なんて言ったんやかな。類まれなる、ずば抜けた、こういう人口を持ってるんだと。人々を持ってるんだと。類まれなる、ずば抜けた労働者とイノベーターズ、革新形っていうのかな、イノベーションする人たちを持ってるんだと。こういうことをしたことがない、すなわち我々の国アメリカをレッドダウン、ディサポイントしたことがない、私たちの国アメリカをがっかりさせたことが一度もないような、ずば抜けた、類まれなというか、尋常並々ならぬ労働者とイノベーターたちを我々の国は抱えているのであるということですね。さて、ここで、一旦止めます。次回に続きます。